はい、こちら御殿屋台の引き回しがこの後行われます浜松市中区梶町通りに来ています。ご覧ください、もうすごい人で、すごい熱気なんですけれども、実に4年ぶり屋台が集結するということで、今36の屋台がずらっと並んでいるわけなんですよ。で、少し前から明かりがつき始めて、よりきらびやかになって、よりワクワクするような、そんな雰囲気になってきました。浜松市すでに熱気に包まれています。そしてこちらご覧ください。こちらですね、地元梶町の屋台になります。明かりもついて、まさにもう豪華絢爛という感じしますよね。そしてですね、今年長さんから小学6年生までの子たちが集まって、これからお囃子をするということで、準備にね、いて、はい、元気に手を振ってくれています。はい。さあ、そしてこちらの屋台、梶町の屋台は歴史が長いということなんですけれども、組長の二宮さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。歴史が長いということですか、どれぐらいの歴史なんでしょうか。そうです、これはあの昭和25年、戦後の昭和25年に建造されまして、彫り物の方はそこから3年かけて作りました、歴史ある、梶町の屋台になります。昭和から使われて、今彫刻という、ね、話もありましたけれども、はい、屋台の特徴どんなところになるんでしょうか。一周回る、ように東海道53次が、施されている彫刻になります。非常に細かい彫刻でして、浜松でも、一番いいんではないかという自負を持って、自慢の梶町の屋台です。近くで見るとね、本当に細かいですよ ね。 そうですね、はい、やっぱりここら辺を沿道の方にも注目してもらいたいですか。そうですね、はい、ぜひ見てもらいたいですね、はい。そして市街地に屋台が集結するのは実に4年ぶりということですけれども、はい、今どんなお気持ちで迎えましたか。そうですね、やはり梶町は浜松で一番の中心の町ですので、ここの梶町が盛り上がらなければ、浜松はやっぱり元気ありませんので、我々梶町としてもですね、浜松を盛り上げる意味でも一番盛り上がって楽しいお祭りを、これからやっていきたいなと思っております。そして、ね、今日は沿道にも、ね、たくさんのお客さん来てますけれども、はい、どんなところを、ね、見てもらいたいですか。そうですね、間近では見れないかもしれないんですが、子どもたちも演奏を一生懸命頑張ってもらってますので、音や、このライトアップされた彫刻をじっくり見ていただければと思っております。わかりました、二宮さんありがとうございました。ありがとうございました。そして今日はですね、お囃子を担当する小学生2人にも来てもらいました。よろしくお願いします。今日は何を担当するんですか。大太鼓です。大太鼓、たくさんね人が見に来てますけれども、緊張はどうですか。毎年緊張はしますけど、もう慣れちゃいました。慣れちゃった。見てもらってしっかりした受け答えですよ、ズミさん。楽しいな。ね、そうですよね。そして今日はたくさん練習してきたと思いますが、お客さんにどんなところを見てもらいたいですか。梶町音頭の歌詞の部分に注目してほしいです。分かりました。皆さん歌詞の部分特に注目だということです。ありがとうございます。さあ、それではもう一人聞いていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。今日は何を担当しますか。小太鼓を担当します。小太鼓担当ということですね、はい、どんなところをお客さんに一番見てもらいたいですか。小太鼓なので手を伸ばすところを見てもらいたいです。肘を伸ばすところに皆さん注目だということです。ありがとうございます。この後ね、お二人頑張ってください。中心市街地に屋台が集まる御殿屋台の引き回しはこの後午後6時半から始まっていきます。浜松市の街、熱気に包まれています。中継でお伝えしました。でこの後空が暗くなって明かりが、ね、日がこう落ちてくるとですね、よりこの御殿屋台が輝いて見える時間がやってくるわけですが、まあ、本当に今現場を見てるとこの、コロナ禍前と同じようにこう賑わう、ね、浜松祭りの会場でございましたが、西原さん、伝統をこう受け継いでいくというのもやっぱりコロナ禍前に戻していかなきゃいけない必要がありますよね。笛や太鼓や踊りやラッパやね、そういう運営からすべてね、こう何年かね、みんなほらやらなくなったり、ね、縮小したから伝えられていかないんです。だから子どもたちにね、これきちっと伝えるとってもいいね。
こう やら始まったってこと嬉しいですね、うんうん、そしてこうやって多くの人に見てもらえる喜びっていうのもあるでしょうね。やはりこの規模でできると1年間この祭りのために、祭りが終わってもまた次の年のためにっていう気持ちに皆さんがなれるのが本当に大きいのかなと、みんな声ガラガラになるからね。そうなんですよ。そうですよね。それくらい盛り上がるお祭りですもんね、うん、はい、明日明後日も天候が良いということで、この時期らしい浜松の盛り上がり、まだまだ楽しめそうです。